みんなこんにちは、山田小太郎です。今日はね、僕からみんなに挑戦状を持ってきたよ。みんなはこの謎が解けるかな。それじゃあ行ってみよう。今回の謎はこれだ。亀にはあってウサギにはない、桃にはあってイチゴにはない、好きにはあって嫌いにはない、軽いにはあって重いにはない、陸にはあって空にはない。みんなわかるかな。小太郎ズヒント、その1。まずあるの言葉をひらがなにしてみよう。小太郎ズヒント、その2。一つの言葉を繰り返し言ってみよう。正解を発表するよ。あるの言葉は後ろから読んでも言葉になるね。カメ、メカ、モモ、モモ、好き、キス、軽い、イルカ、陸、クリ。みんなわかったかな。みんな、山田小太郎からの挑戦状はどうだったかな。謎は解けたかい？それではまた次の謎でお会いしましょう。さようなら。